昨日の阿部のマシンガンバント、バント2連打させる時点で成功してもニアウト相手にあげちゃうの知らなかったのかな。意味のないバントだよ。バント失敗しなければ采配自体はありやろ。バントして代打を出したら敬遠されるって中日で何回も見た采配やったわ。バント失敗しなかったらいい話だよね。昨日だけやなく連続バントなんざしょっちゅうやぞ。なぜかスルーされてるけど六大学三冠王の萩尾にバントて。バント采配は本当に得点力落とすんだなって分かりやすく教えてくれる球団。梅のごときにバントなんて使ってたら空勝てんよ。ライマル相手ならバント一択だけど、投手が打たれてきて1点2点を守るってのが難しくなってきたらどうしようもなくなりそうやが、意地でも続けるんやろか。でも正直バント失敗するレベルの球団が優勝はきつくね。あんなのプロなら誰でもできて当然の技術やろ。バントが下手な選手が悪いって言ってる阿部支持者いて草生えますよ。バントって結局日本では有効なんか、ホームランバンバン出るメジャーじゃマイナスだってのは納得できるが、バント失敗したやつが悪いのでは。岡田でも新井でもバントさせるぞ。バントさせられたくなかったらもっと打てよ。バントやりすぎやけど失敗しすぎやろ。戦術とか抜きにして単純にプロほどのフィジカルエリートが揃ってバット横にしてるの興行としてクソやろ。みんなで頑張って重信につなぐ野球の醍醐味。ご視聴ありがとうございました。